川で洗ったポールに行かないんでしょうね。こっちも友達結構呼ぶから、そっちも友達呼んでるよ。でもでも成長最高じゃん、新しい季節の予感。
どうして涙ばかり出るの？優しい言葉に触れるたびに心が張り裂けそうだよ。私が一番可愛いのに、どうしてあの子ばかり見るの？あなたから好きと言われたなら、アイドルだってやめちゃうから、お願い名前で呼ばないで、これ以上無情にさせないで。間接キスが恥ずかしくて一口もあげて終了となりますが、皆さん楽しかったですか？拍手。ありがとう。最高の夏にできましたか？拍手。ありがとうございます。私たち
も久しぶりにステージ立てて、そして皆さんの前でこういうお披露目ができて、とっても最高な夏になりました。で、これからのノイクの活動はまだ報告できないんですが、これからもノイクのことを絶対絶対絶対大好きでいてください。ありがとう。ありがとうございます。この後公演後はお渡し会がありますので、そちらまでお待ちください。お願いします。では以上、私たちノットイコールライクでした。ありがとうございました。セットリストの説明になります。夏曲メドレーは王道から懐かしい思い出の曲まで盛りだくさん、非常に楽しみな内容になっていらっしゃいました。ノットイコールライクノイクさんからの終演後のお礼メッセージをいただいていらっしゃいます。またのステージ楽しみにさせていただきます。出演されました皆様になります。2021年8月21日土曜日、マンホール浅草橋で開催されましたドリームフューチャーアドバンスボリューム5DFA5 のタイムテーブルになります。第2部になりますが、ノットイコールライクノイクさんの出演タイムはトリを務められ18時30分頃からを予定されていらっしゃいました。